視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の企画はコチトラ自腹じゃ CD 選び編です。パクユーが毎週 CD ショップに行き、その週に発売された新譜の中から1枚をチョイス、自腹で購入し5段階で星をつけて評価レビューするという企画でございます。普段は新譜の発売日水曜日に CD 選びをしている動画を公開し、翌日木曜日にそこで選んだ CD をレビューするという形でお届けしているんですけれども、今週はスケジュールの都合でいつもと違う曜日に CD 選びの動画をお届けしております。またこの動画で選んだ CD のレビューは翌週公開予定でございますので、ぜひそちらも合わせてお楽しみください。今週は2週間ぶりぐらいですかね、タワーレコードヌーチャヤ町店にやってきました。パクユーまた大阪に来ております。大阪梅田のヌーチャヤ町店で CD 選びしていきます。早速中行ってみたいと思います。入り口入ってまず目につくのが、ビーズですね。イントネーション大事ですね。ビーズの、ライブ DVD ですかね。で、次がこの辺シングルかな、アレキサンドロス、これも今若者に人気のバンドですよね。アレキサンドロスに、歴史、これシングルかな、アルバムだったらちょっとチャレンジしてみたいところですが、シングルですね、残念。そして、これは確か先週先々週ぐらいに出てたはず、フレデリック、タワレコード新宿店でフレデリックだみたいな話をした記憶がありますね。この辺も、今月リリースの作品で注目作がまだ並んでるっていう感じだと思います。ニュー EP ありましたね。ニューアルバム、これあれじゃん、コメントでもデビューして買ってみてって言われてるインディゴラエンド、これはあれですね、ゲスの極み乙女の川谷絵音さんの所属する別バンドですね。これまあ今週の有力候補ということにしておきましょう。まあね、皆さんのリクエストっていうのもありますし、僕自身気になってるっていうのもありますので、有力な候補ですね。でその隣には、空想委員会、空想委員会はね、でもこれ EP で4曲入りプラスブルーレイの短編アニメーションっていうちょっと変わった作品ですね。4曲はちょっと除外かな。で、続きまして、この辺、これは気になる、これ今週、これは今週だ、スイートロボッツアゲインストザマシーン、まあどんなユニットかよくわかんないんですけど、砂原さんと、テイトーワさんとバカリズムっていう、ユニットですね。これは気になるな、これも有力候補ですね。インディゴラエンドかこれか、どうなんだろう、他にもあるかな。この辺が確か新譜だったはず。リード、これイントネーションわかりませんが、これニューアルバムですね。リード、どっちか正解か教えてください。で、藤井フミヤさんのベストアルバム、ゴスペルズオブジューダス、ユダ、なんだろうこれ、これ何なんだろう、気になるな、全然情報がないぞ。ゴスペルなのかな、ゴスペルじゃないのかな、なんか結構世界観の癖強そうですけど、これも気になりますね。カトゥーンのニューアルバム、これもまあ候補ですね。カトゥーンのサウンドは僕は全然好みじゃないんですけども、
割とゴリゴリロック、かっこつけまくりみたいな、そういう感じですよね。まあでも一応候補でしょう。続いて、あ、今週はなかなか気になる作品多いぞ。なんて読めばいいのか分かりませんが、 DAN なのか DAN なのか、でもこれいいバンドだっていう話はめっちゃ聞きますよ。セカンドアルバム、これ気になりますね。で、新作コーナーはこの辺かな。まだね、記憶が、新鮮な状態なので、ヌーチャヤマ地点も回り方がちょっと分かってきたというか、どこに何が置いてあるかっていうところね。あ、これ気になりますね。シュータ初沼フィルハーモニックオーケストラ。いや、今週当たり週ですね。まあ、この人今どんな音楽やってるのかってちょっと分かんないんですけど、昔からいい音楽する人ですよ、蓮沼修太さん。アフリカミニアルバム、あ、これは先週だ、残念で。あ、この辺は関西出身バンドのおすすめコーナーですね。ちょっとでもね、今週はマイナーなバンドに行く心の余裕はないな、この辺、J インディーズ。ちょっともうすでにね、聴きたいっていう作品が 2,3 作見つかっておりますので、この辺はサクッとこう紹介する感じで、留めておきましょう。ヒップホップ、聞くも、キャンディータウンって何なんだろうな。なんかヒップホップ集団なんですよね。うん、悪そうなやつは僕は怖いので。あ、これネギ1個買いましたね、買ってレビューしました。これアイドルコーナーでございます。この辺が、あ、兵庫、これ何週か前に気になるなって言ったやつですね。一応 K-POP コーナーに入るのか。モモランドで K-POP、 エクソは聞いたことありますよ。で、これはなんかすげーいっぱいいますね。セブンティーン、めっちゃ人数多くないですか、 K-POP。BTS、 BTS のライブアルバム、すごいですね、このフォーメーション感がすごいですね。テヨンじゃないですか、テヨン、少女時代の一番歌うまい人、歌うまくて僕がタイプの人ですね。これは今週なのかな、韓国輸入最新作。まあちょっとね、ダメだね、今週はちょっとここにはいけない。で、あと何見ましょうか。和牛漫才ライブ2017、この辺は映像作品のコーナーですね。タワーレコード新宿店は、映像フロアが別フロアになってるんで、こういった作品普段紹介することないんですけれども、なんとなく通りかかって目についたのでちょっと紹介してみました。やっぱりね、大阪お笑いの、街ですので、これとかね、これあれですよね、僕見たことありますよ、多分関西ローカルとかの番組ですよね。アキナ和牛アインシュタインという、なかなかね東京では見れない、3組の組み合わせって感じですよね。最後にアニメコーナーちょっと見て回りましょう。その前にですね、前回僕ヌーチャヤマ市に来た時は宇多田ヒカルコラボやってたと思うんですけど、今タワーレコードカフェでは僕のヒーローアカデミアコラボやってるみたいです。これ僕漫画もアニメも見たことがないので、全く何の話かという感じでございますが、人気なんですよねきっとね。で、この辺がアニメアイドルですね。
ウーバーワールドのオールタイムベスト、あのファンのメッセージがいっぱいこんな感じで貼ってありますね。まあ、こういうのは CD ショップならではというか、まあ、こういうのやってこそっていうところありますよね今 CD ショップは。CD 買うだけだったらもう Amazon で済んじゃいますから、 Amazon で済むし、ストリーミングで聴けるしみたいなねところで、あ、南條愛乃さん、愛乃で合ってんのかな、ベストアルバム、まあ、ベストアルバムはちょっとこのコーナー対象外なので、除外しますが、なんでか知らないけど僕知ってますよ、あの人南條るのですよね、南條るの。ちょっと声優アニソン系にはあんまり目立った作品ないかも、新譜で。これ小松美香子さん、これ先週先々週ぐらいですもんね。なるほど、今週はどうかな、なんかどっちにしようかな、どっちにしよう、3つぐらいで迷ってますね今。はい、ということで、一通り回ってみましたが、めちゃくちゃ悩んでます。いやー、どうしようかな、何選んで、どんなレビューをするか、レビュー動画までちょっと日にち空いてしまいますが、ぜひお楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。